13。13は、西洋において、最も忌避される意味数である。13恐怖症を、ギリシャ語から、トリス、三回、アンドデカ、重宝ビや、恐怖症という。なお、日本においても忌避される意味数であったとする説がある。13を意味数とする由来は明らかでないが、研究者によっていくつかの説が唱えられている。 原初人間が体で計算できた数は、種子の十と両足の二計十二であり、それを上回る十三は、不可能、未知の数であるから本能的に恐れたとする説。古代より、暦の必要性から、時間や方位などに六十進法が使われており、中でも六十の約数の一つである十二はそれらを、構成する基準の数として、十二ヶ月や十二時間、十二 行為などのようにしばしば用いられてきた。生活に広く根付いた奇数の十二に対し、十二より一つ多くす数である十三は、その調和を生み出すものとして不吉な数と考えられた。北欧神話では、十二人の神が祝縁を催していた、時に招かれざる十三人目の客として、ロキが乱入した。このロキがヘズをたぶらかして、バルドルを殺害させており、後に起こる。 ラグナロク勃発の起因となった。キリスト教神話においては、サタンを十三番目の天使であるとする設定があり、これは、土着神話のキリスト教家の中で、北欧神話の話をもとに生まれたとさる。このことから、英語では十三のことを、悪魔のダース、デビル、エスダズンとも呼ぶ。十三という数は、聖書でも特別な意味を持っている。イエスを裏切った弟子であるユダは、 最後の晩餐で十三番目の席についていたとされており、ユダが十三番目の弟子であったする説もある。また、キリスト教圏の俗信において、イエスが処刑されたのは金曜日であるとされており、十三日の金曜日を題材にした映画が大ヒットしたことで、世界中に知れ渡ることとなった。これらの影響などから十三という数は不吉の象徴とされてきたこともあり、 現代では意味数の一つとなっている。その一方で、13日の金曜日がイエスの処刑された日だと広く言われるようになったのは、少なくとも文書で言及されるようになったのは、近代以降である。また、古くに布教されたトルコとエチオピアでは13を意味数としないように、キリスト教権す全てで13日の金曜日や13という数が不吉とされているわけではない。 処刑の日が十三日の金曜日、ユダが十三番目の弟子などは、俗説で、聖書に処刑の日を特定できる記述はない。ユダが十二人の弟子の一人であるとはっきり書かれており、十三番目の弟子という説は成り立たない。ユダが抜けて代わりが入ったという記述もない。十三という数に不吉なイメージを押し付けるため、近代になって、 不明とされてきたイエスが処刑された日を三日としたという説もある。前日の通り、香港や中華人民共和国などの漢字文化と西洋文化の混在する地域では、4や14と合わせて嫌われることもある。そのため、3回の次が5回であったり12回の次が15回であったりしているいう非番となっている建築物も存在する。 西洋では意味数である十三だが、中国の一部地域では、十三と、未称、実るという意の発音が似ているため、吉数としている。関東語ではそれぞれサプサム、サツングである。また、仏教においては釈尊を守護する十三仏。これ自体は日本で考えられたというものがあり、吉数として捉えられている。中国で意味数とされているのは次の番号である十四である。 アメリカ合衆国は、建国時の州の数が十三、独立十三州であるため、当初は建国に縁のある基地数とされていた。同国の一ドル紙幣の利名や国章には、三葉を、ついたオリーブの枝と十三本の矢をつかむわしやわしの胸にある十三本の縦縞模様、ストライプが描かれた縦、さらに十三の星、十三層のピラミッドなど十三に、 ちなんだものがあしらわれている。しかし、その後の十三にまつわる教授や様々な名神等により現在では意味数となっている。ドイツの作曲家、リヒャルト・アーグナーは十三という数字を好んだ。これは、自分と自分の母の名前の綴りが十三字だからである。串し屋を十三屋と呼ぶことがあるのは、串の語呂合わせである数字の九十四が、 に通じて縁起因が良くないためでもある。イタリアのコンテディ・カブール急戦艦、カイオ・デリオ急戦艦は、主砲が十三門であることで知られる。三連装砲塔と連装砲塔を混載したことからこの門数になった。これは、旧来の迷信を打ち破るというイタリア海軍の決意とも、相対する敵に不吉な印象を与えようとする意図があったとも言われる。数としては、中途半端に見えるが、 戦艦の設計としては、それなりの合理性を認められ、平賀譲るが、大和型戦艦の設計にあたって、手法十三門案を提示したことも知られる。最も,も両戦艦とも後の改装で、手法後継を増すと同時に門数を削減し、手法は十門となった。また、十三は、不吉なイメージを醸し出すために、ホラー映画作品や小説、 漫画、ロックメタルバンドの楽曲などに利用されることが多く、そういった意味では非常に人気のある数でもある。有名なものに13日の金曜日やゴルゴ13などがある。サッカードイツ代表のエースであるミハエル・バラックは意味数をあくまで名信とし、クラブチームや代表の背番号をあえて13にしている。そのせいか定かではないが、彼を中心とした世代の代表。 クラブチームは、なぜか栄冠を直前で逃すことが多い。もっとも、ドイツサッカー界において13は1974年、ワールドカップ優勝メンバーデル・ゲルト・ミューラーがつけていた、ことから、栄光の背番号でもある。自転車ロードレース選手のファビアン・カンチェラーラは、ゼッケンの番号が13だった際に、意味を逆にするためとして、上下を逆につけていた。自転車ロードレースでは、 許可なくジャージの柄を変えるなどすると、服装の不備でペナルティが課せられることがあるが、カンチェラーラに限らず13番のゼッケンを上下逆に着用する選手は少なくく、これについては事実上黙認されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。